ハリー・ポッターシリーズ、ハリー・ポッターと死の秘宝、ハリー・ポッターと死の秘宝は、イギリスの児童文学作家 JK ローリングによって2007年7月21日に発売されている子供向けファンタジー小説。ハリー・ポッターシリーズの第7巻である。日本語版は2008年7月23日に生産者より発売された。 小説として刊行された最後のシリーズ作品であり、当初から全7巻構想とされていたシリーズの完結巻である。しかし2016年7月31日に、当シリーズの後日談を描いた第発巻、ハリー・ポッターと呪いの子が発売されたために、完結巻ではなくなった。映画は、前後編の2部に分けられ、 ハリー・ポッターと死の秘宝パート1が2010年11月19日に、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2が2011年7月15日に公開された。セブルス・スネープが放った死の呪いによって、ホグワーツ校長、アルバス・ダンブルドアは死亡し、宿匹人として帰還したスネープは、ドラコマルフォイたちを連れて、姿を消した。スネープに敗れたハリー・ポッターは、 7年生に進級するはずだったが、前年にダンブルドアがハリーに残したボルデモートを滅ぼす唯一の手段である分霊箱の破壊という仕事を遂行するため、学校には戻らず、親友のロンやハーマイオニーと共に旅に出る。しかし、困難な旅の中で仲間割れが起きる。苛立ったハリーは謎の遺言や中途半端なヒントしか残さなかったダンブルドアに対して、 疑念と不信感を強めていく。ハリーたちが旅をしている間にも、ボルデモートと彼の率いる、四匹人の一大集団は着々と勢力を伸ばしていた。ボルデモートたちによって、魔法省は乗っ取られ、魔法大臣のルーファス・スクリムジョールが殺害される。それによって、ホグワーツも祝い人のスネープが、校長になるといった、数々の異変が起きる。 ダンブルドアの驚くべき真実や、母、リリーとスネープの間にあった、知られざる悲しい過去、それによるスネープの悲壮な覚悟と決意、そして、分霊箱のありかなど、今までの6年間で明かされなかった全ての真実を、解き明かしながら、避けることのできないボルデモートとの最終決戦に備え、準備を進めていく。また、祝匹人は、ボルデモートの命令で、 ハリーを探していた。ハリーたちは、文霊箱の手がかりを探す途中で、死の秘宝の伝説を知る。ほとんど知られていない、古い物語に記された秘宝の話が本当で、あるならば、ボルデモートは、文霊箱以上の力を手に入れることになる。ダンブルドア校長がハーマイオニーに託した、義入詩人。 ビードルの物語に、ホグワーツのレイヴンクローリに所属するハリーたちの、親友の女子生徒、ルーナ・ラブグッドの父が、首から下げた印と同じものが書き込んであったことを、思い出した、ハリーたちは、ルーナの父に会いに行く。その印は、銀友詩人、ビードルの物語の中の、三人兄弟の物語に、出てくる、の杖みりの石。 透明マントという三つの死の秘宝のことを示していた。しかし、ハリーたちがラブグッド家に着いた時にはルーナは連れ去られており、祝居人がルーナの父の家を攻撃してきた。ハリーたちは一旦は脱出するものの、すぐに捕まり、祝居人の本拠地であるマルフォイの館に連れて行かれる。ハリーとロンは、地下牢に監禁され、同じく監禁されていたルーナと再会する。 屋敷下部べ妖精、ドビーの手を借りて脱出に成功するが、ドビーは攻撃を受けて命を落とし、ハリーはドビーを埋葬する。その頃ボルデモートはダンブルドア校長の墓から死の秘宝の一つである庭床の杖を手に入れる。ボルデモートは以前にも増して強力な存在となり、世界を恐怖に陥れる。宿敵であるハリーを殺すために、ボルデモートは 宿匹人を総動員して、ホグワーツ魔法学校を包囲する。その間、ハリーは、分霊箱を探し、見つかった箱を、ことごとく破壊していく。ダンブルドアのいなくなった学校は、今や、風前の灯火となり、他の教師たちが何とか攻撃を防ぎ持ちこたえていたが、多くの学生や教師たちは、闇の力に圧倒される。ボルデモートは、庭ワの杖の威力を試そうとするが、 うまく作動しない。その原因が、前の持ち主のダンブルドアを殺した、スネープであると予想したボルデモートは、彼を殺し持ち主の交代を図る。スネープは死ぬ間際に、ハリーに、自らの記憶を託す。その記憶は、スネープが、ハリーの母であるリリーを心から愛していたことを、示していた。スネープはリリーに恋をしていたが、二人は、次第に疎遠となっていき。 気づけばリリーは、スネープと犬猿の中であるジェームズと付き合い始めていた。それでも彼はずっとリリーを思い続けていたが、スネープは、ホグワーツ卒業後に、祝い人となり、ボルデモートの参加に入った。予言により7月の暮れに、ポッター夫妻に、子供が生まれ、それがボルデモートにとって脅威になると知ったスネープは、ボルデモートに、その予言を伝えた。 それが原因でリリーが殺され自分の行動を悔いたスネープはダンブルドアの陣営に寝返り二重スパイとして生き残ったリリーの息子ハリーを守ることを決意した最後の分霊箱を探していたハリーは自分の中にボルデモートの魂の一部があることを知る最後の分霊箱は自分自身のことだったと知ったハリーは ボルデモートを倒すために、ネビルロングボトムに残る、分霊箱である蛇のなぎにを殺すよう願い、自らの命をかけて、戦いに進んでいく。ハリーは、ボロボロになりながらも杖を振ってボルデモートと対決する。ボルデモートは、庭床の杖の所有者は、前の持ち主のダンブルドアを殺した、スネープで、そのスネープを殺したことにより、自分のものになったと思っていたが、 実はダンブルドアが死ぬ前ドラコに武装解除されていたため、その時に杖の持ち主がドラコになっていたのだった。その後、ハリーがドラコを武装解除したことで、今の杖の持ち主はハリーになっていた。ハリーに忠誠を示した杖はボルデモートが使っても、真の力を発揮せず、ボルデモートは自分の放った死の呪いで死亡する。それから19年後、大人になり、 家庭を設けた、ハリーたちが、ホグワーツに入学する、子供たちを駅で見送るところで、物語は終わる。JK ローリングは、この巻の最終章を早いうちから書き終えており、金庫にしまっておいた。タイトル決定以前にローリングは3つのタイトルを、考案していたと述べている。最終的にタイトルは、作中に登場する道具である死の秘宝にちなんで、 ハリー・ポッターと死の秘宝となり、2006年12月21日に発表された。ライブチャットにてローリングは、他のタイトル候補に関して尋ねられると、ハリー・ポッターザ・エルダーワンド、ハリー・ポッターザ・ペバラルクエストだと答えた。2007年1月、ローリングは、エディンバラのバルモラルホテルに滞在し、彼女の泊まった部屋のヘルメースの胸像に、JK ローリング、 この部屋にて、ハリー・ポッターと死の秘宝を書き終える。2007年1月11日というサインを書き残した。2006年のインタビューにてローリングは、シリーズの主なテーマは死であり、1990年に多発性、高化症によって彼女の母親が亡くなったことが影響していると語った。本を購入するために深夜にボーダーズに並ぶファン。 発売日前日の23時56分の様子。ハリー・ポッターと死の秘宝の売り上げは記録的なものだった。死の秘宝のアメリカでの初版部数は1200万部で、そして100万部以上がアマゾン・ドット・コムとバーンズ・ノーブルで予約され、プレセールスは謎のプリンスより500%高かった。2007年4月12日、バーンズ・ノーブルは 死の秘宝がサイトを通して50万部以上の注文を受け予約数の記録を破ったと発表した。発売日にはアメリカ合衆国で830万部、イギリスで265万部の売り上げを記録した。これにより24時間以内に米国で最も売れたフィクションの本としてギネスワールドレコーズに認定された。また、 W.H. スミスでは最高で1秒あたりに15部を売り上げた。発売から約1年後となる2008年6月までに世界中で約4400万部を売り上げた。また、ハリー・ポッターと死の秘宝は複数の賞を受賞した。2007年、ニューヨーク・タイムズの注目の100冊と注目の児童書に選ばれた。 ニューズウィーク氏の評論家であるマルコム・ジョーンズは本作を2007年の最も良い本とした。また、パブリッシャーズ・ウィークリーは2007年のベストブックスの中にハリー・ポッターと氏の秘宝を入れた。2008年、アメリカ図書館協会は青少年向けのベストブックの一つとし、また、注目の児童書のリストに入った。さらに2008年、 コロラドブルースプルースブルーアワードを受賞した。魔法ワールド、ハリーポッターハリーポッター年の秘宝前編と後編の2部作で制作、公開された。小説を映画化する場合、上映時間の関係で原作の一部がカットされるのが通例で、本シリーズもそうであった。しかし、第7巻においては、前後編に分けることによって、原作内容の多くが、 映像に取り入れられ、原作により忠実な映像化となっている。また本作は、劇場版としては初めて原作者の JK ローリングが、制作として、直接映画に携わっている。ハリー・ポッターと死の秘宝パート1が2010年11月19日、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2が2011年7月15日に、日米同時公開されている。映像面では当初は、 2D 上映のみを予定していたが、後に 3D でも公開することが決定し、シリーズ初の全編 3D 上映を目指していた。しかし、パート1は 3D への変換が公開までに間に合わないことを理由に 3D 版の上映中止が決定し、2D 版のみでの上映となった。パート2は予定通り 2D 版に加えて 3D 版も上映された。 パート1の 3D 版も、パート2のソフト化に合わせて、ブルーレイ 3D という形で発売された。スタッフキャストネットへの流出問題2010年11月17日、冒頭の36分間の映像がネットに流出していると、ワーナーブラザースが発表した。同社は声明で、この問題を徹底調査し、関与した者の責任を、法律の及ぶ。 最大限まで追求すると述べている。日本におけるキャッチコピーソフト化日本ではワーナーブラザースホームエンターテイメントよりブルーレイ DVD が発売。その他サウンドトラックゲーム興行収入受賞ノミネートテレビ放送スタッフキャストネットへの流出問題2011年7月15日ハリー・ポッターと死の秘宝パートニーの一場面の写真が ネットに流出していることが分かった。流出した場面とは禁じられた森で、ネビル・ロングボトムとボルデモートが対決するシーンであり、背後には、ベラトリックス・レストレンジの姿も映されていた。日本における、キャッチコピーソフトか日本では、ワーナー・ブラザース・ホーム・エンターテイメントより、ブルーレイ、DVD が発売。その他、サウンドトラックゲーム興業収入、パートには、 全世界で公開発週末に約4億8150万ドルを稼いでおり、2009年のハリー・ポッターと謎のプリンスの記録を破っている。2011年7月13日に26カ国で公開初日を迎え、その日だけで4360万ドルを売り上げた。オーストラリア、ニュージーランド、イタリア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、オランダ、ベルギー、 チェコ、フィンランド、イギリス、メキシコ、香港では、歴代最高の初日興行収入となった。また、日本、ブラジル、スペイン、ポーランドでは、ハリー・ポッターシリーズとしての初日興行収入の新記録を築いた。北米外全体での週末興行収入は3億1230万ドルで、あり、パイレーツ・オブ・カリビアン、生命の泉の記録を破った。 アメリカ合衆国とカナダでは全売券が史上最高となる3200万ドルを売り上げた。公開深夜には4300万ドルを稼ぎ、2010年のエクリプス・トワイライト・サーガーの記録を破って歴代最高となった。また、アイマックス劇場のみでの公開深夜記録は200万ドルであり、パート1の記録を破った。公開初日全体では、 約9100万ドルを稼ぎ、ニュームーン、トワイライトサーガを破って、歴代最高を記録し、週末3日間では1億6920万ドルを、稼いで、ダークナイトを抜き、これも、また史上最高となった。ただし、鑑賞券の売上枚数では、史上6位で、料金が割増しになっている、3D 版の売上額が43%を占めた。 2015年5月26日現在全世界の工業収入は歴代第5位の13億4151万1219ドルである。工業収入記録受賞、ノミネートテレビ放送ハリー・ポッターと死の秘宝パート1に関するカテゴリー、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2に関するカテゴリー、ありがとうございます。